和歌山南紀勝浦に来ています。ちょっと空曇りやね、今日はねお世話になったのが温泉民宿小坂屋さん、まあ今風の旅館やね。民泊のプラスアルファ、もう私のしか泊まっておりません。まだね7時台ですけど、ここで一泊泊めていただきました。値段はね、朝食付きで6,400円、そんなもんでした。朝食なければ5,500円ぐらいかな。まあ部屋は綺麗かったし、建物も綺麗ですね。まあ古かったら泊まってませんが。それでは出発します。Go! ここはね、南紀勝浦、マグロでね有名だった勝浦、なかなか昔はねえらい流行ってて、昔々言うけど、まあコロナやからしゃないしね。ちょっと見てみましょうか。これ桟橋です。先ほど出て行きました。これホテルのね、浦島。ここから行くんです。木の松島巡り。なかなかね、昔は流行っててね、人いっぱいだったんやけどね、まあ時代なんか、向こうに見えてますね、あれホテル浦島、洞窟の温泉でね、なかなか気持ちよかったです。下と上とに分かれてますかね。この桟橋から乗ってあの島まで行くんです。あの海の匂いがすごいね。これもちょっと懐かしいというか、ちょっと向こうの方まで、向こうはもうあんまりないか。ちょっと街並みを見ていきましょうか。中で写しましょうか。中で外でやると風切りやからね。それがいい。なんかちょっと雨降ってるからね。これがいいね。風切りもしないし、声が入るし。ちょっと街の中見ていきましょうか。300m先左方向。よく教えてくれるね、これ。ここに駐車場がありまして、
ここもなんか船着き場の、まあ、ちょっと待ってね、メニュー ルート消してきますね。ルート消去。はい、それでは行きましょう。ちょっと雨降ってたからちょっとね、もうしゃあない。ここにね、新岩井市場、勝浦漁港、こういうのありますね。ちょっと見てみますか。過去最大。
今ね、市場商店の中一周してきました。まだ朝8時過ぎかな。ですんでね、人もあまりいてなかったですけど、まあ昼からは賑わうんじゃないですか。マグロも美味しそうでしたけどね。昨日ね、旅館でたくさんマグロ食べたんです。で、朝ね、食事してきた後、ちょっと食べたかったんやけど、いくらなんでもね、ちょっとお腹入りません。残念やけどね。まあ旅館でたくさん食べたから、まあいいとしようか。仕方ないしね。